さあ、続いてのコーナーは、人妻枠。はい。人妻の皆さんからのおはがやメールを紹介しております。ラジオネーム、少年ピップ。<laughs> おぉ、懐かしいですね。大 <laughs> 田さん、田口さん,、うん。ちょっとそこの真ん中に縦の棒を入れてほしいんですよね。大 <laughs> <laughs> 田さん、<laughs> 田口さん。うん、お元気でしょうか、うん、まあまあいいでしょう。田口も元気ですよ。ポッドキャストにて <laughs>、 夫婦で楽しく配置をさせていただいています。はい、読まれたらラジオ初採用です。うん、学校、高校生の時、うん、論文のオールナイト日本に投稿しましたが、うんうん、つまらないことを書いたもので、うん、もちろん読んでもらえませんでした。笑い。うん、まあ、今回も面白いことは、<laughs> かけませんけど。<laughs> いやいや、まあ、皆さんそうおっしゃいますけどね。ま、しからず。ええ。<laughs> 人妻歴2年目。うん。夫がおもらしさんなので。はい <laughs> ?25 歳にして二児の母をしておます。うん、ああ、おもらしさんってそういう意味で言ってるのね。<laughs> 二少年は、ね、するのかな。少年ピップ。うん。と申します。はい。過少年ピップのコーナー大好きなので。うん。 人妻枠がエロ妻枠に変わり、<laughs> 私もエロネタで参加したい気もしますが、うん、夫とは最近もっぱら、うん、ローションプレイなので。聞いてないし、な <laughs> でもそれは次回にします。<laughs> はい、どうしても書きたいことがあるので。お二人は、引きずっている過去ってありますか 引きずっている過去。はい。でしょう。どういう。独身の時、同じ職場の私に手を出してきた彼には、うん、10年付き合っている彼女がいました、うん、私は浮気相手、うん、遊びの女でした。うんうん、初めは私も遊びのつもりでしたが、うん、彼と一緒に過ごす時を重ねていくたびに、うん、どんどん惹かれていき、うん、一番になりたいと願ったこともありました。うんうんうん しかし彼の答えは、彼女と結婚したいと思っている。うん。でした。うん。別れなきゃ。うん。でも好き。うん。そんな、先のない、中ブラリンな状態の中、うん。うん、私は、彼の子を妊娠していることに。えぇ、ー、え <laughs> ちょっとさ <laughs> これは大変なことになっちゃう。彼はなんて言うだろう。うん。 私はどうなるのだろううん。妊娠したから結婚してなんて、うん。迫る気はなかったので、うん。彼に電話で妊娠したことを伝えると彼は、うん。車で私のところに来ました。うん。彼は、車の中で、うん。タバコを吸わずにやってきて、うん。結婚しようか。ええ ほう大好きな彼と一生一緒にいられる。<う>嬉しくてたまりませんでした。<う>相手の女性には申し訳ないけど、<う>彼と子供と幸せになりたい。<う>しかしそう簡単ではありませんでした。うん、彼は私の夫となったわけですが、うん、私は10年一緒にいた彼女の存在を、うん 拭い去ることができず。うん、些細な喧嘩をするたびに。うん、彼女とならこんなことで喧嘩しなかったよね。ああ、言っちゃだめだよ。なんかわかんないよな。うん、あなたが一番理解してくれる彼女のところに行けばああ、言いそう、言いそう。そうだね。まあ、あったことねえけど、この人 <laughs>、うん。まあ、よく言いそうだよね、それ。などと、揉め事のたびに彼女を気にして、うんうん、夫を困らせてうん、うん、しまいます。 こんなこと言いたくないのに、うんうん、私の心の中で、ついね、うん、彼女に負けたくない気持ちと、でも、うん、負けてる気持ちがあるんだと思うんです。きっと、彼女と夫の過ごした時間よりも長く夫婦関係を築くまで、うんうん、この気持ちは消えないかも。うん、でも、私のことを好きなあ、夫のことを好きな気持ちだけは誰にも負けません、うんうん、私こそが 夫のあげまんだと。信じています。すごいね。そんな私たちも遅ればせながら、来たる11月22日、いい夫婦の日に、結婚パーティーをすることになりました。おめでとうございます。早く、過去にとらわれずに、ああ、こいつと結婚してよかった、思われるような奥様になりたいです。そしていつまでも恋人のような夫婦でいたいと思います。 夫と一緒に聞いているので、うん、これが読まれた暁には、うん、私たちの関係がどうなるかわかりません。<laughs> いや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 、<laughs> い,やいいんじゃないですかこれはあのー、なんていうの、深まるんじゃないですか夫婦になるって、運命的ですよね。うん、でも、人妻の暮らしも、そう楽じゃありません。うん、長くなりました。読 <laughs> <laughs> <や>んでくださって <laughs> ありがとうございました。うんはいうん 終わり。はい。<laughs> これはね。まあ、いい話ではありますよね。どうですかほら。うん。彼女とならこんなことでき、ね、そうだ、まあ。なだよね。つい言っちゃう気持ちはわからなくないけど、でもそれ。言っちゃいますかいや、俺はまた違う。俺は、だって、彼女とかじゃ、ない、まあ、性別も違うし、あれだけど。例えば、うん、神さんの。いや、それ俺はないです。あの、男はあんまり言う人はそんないない気はするけど。あ言いますかじゃあ言われますか 言われません。俺だってそんなほら、そんな豊富じゃねえから、全然、その辺は舐められてますから、全然大丈夫ですそのあの、焼きちとか焼くようなタイプじゃないし、宇宙さん。全然。あの、全く。舐められて大丈夫。悲しいセリフですね。舐められてるから大丈夫。何が大丈夫だからそういう、その手のこう、めんどくさいことにはなんないから、あれですけど、でも、まあ言いそうじゃないですか、女の人って。 あの、ね。どうせ、前の彼女の方が、ね、気持ちを分かってくれんじゃない,い,ないのとか、そら前は10年付き合ってるからね。私なんてまだそんな日浅いしね、みたいなことは、つい言いたくなっちゃうね。女心みたいなほら、なんか分かるじゃないですか。ちょっとこう、嫉妬、嫉妬というかね。うん、確かめたくて言うんでしょ多分。いや、そんなことないよって言ってほしいわけでしょ多分ね。まあね。ね。そうでしょうね。うん。だ いい気持ちははまあだから分からんなくはなくですよ俺はでも言われた男のね方もそんなことないよってそれは言うだろうけどちょっとほらそこちょ痛いとこ疲れるみたいなとこもあるわけじゃないですか正直どうなんだろうねうん、うん、なんかそのその自信のなさが嫌だっつのはあるかもしれないね別に痛くもないだろうけどあ自信のなさねうん 奥さん自身の自信。うん、まあでもまあな、自信のなさなのかどうかっていう、こう、<laughs> はぁ、あ、みたいな、ちょっと、なんつうのかな。はぁ、あ、みたいな感じで、ちか <laughs> そんなになんか、嫌、うん、ですかそういうん嫌ですかって嫌<え>ですか <laughs> 言われたら。言われたら言われたら、 そうですね。嫌ですね。あ,あそう。どういう嫌なのえ、その嫌は、だって、それじゃん、そうじゃないから結婚してね、こうなってるのに、なんでその過去のことを持ち出して、その過去に関してなんかちょっとこう、嫉妬みたいな気持ちに、ね、俺はなるんじゃないう,うん。そうじゃないっていう証明でしょっていう、だから旦那にしてみたら、 結婚しようっつって結婚したんだからもうそれはもうなしよっていうね過去は過去じゃんっていうことじゃないですか多分うん分かってよみたいな気持ちはあるんじゃないえーうん、ズッキーニうん太田さん金玉の人こんばんは <laughs> <laughs> 金玉の人って言うのはおかしい、ね、間違ってはないですよね <laughs> うんいやまあそれ金玉の話がよく出てくる人ではあるよそれは俺はねそうですよね でもそんなこと言ったら世の中の男はみんな金玉の人ですから。いや、お前ほど金玉の人じゃないですよ、全然。お前ほど金玉の話してないよ、世の中の音は。暇さえあれば。暇さえあればじゃねえよ。ラジオネームズッキーニと申します。私はラジオを持っていないので、ラジオを聴く習慣がなかったのですが、ポッドキャストでカーボーイを聞いてみたところ、あまりの面白さに驚愕し、毎週楽しみに聞いています。ありがとうございます。 もちろんメールを送るのも初めてです。うん、私は、22歳の大学生。人、うん、妻ではありませんので、人、うん、妻の皆様のような、面白いネタを持って、おりま、うん、ん決まりじゃねえから、みんなに言いたいけど。<laughs> <laughs> あの、皆さん、他の皆さんみたいに、面白いネタ持ってません、的なことみんな言うけど。<laughs> <laughs> 決まりじゃないよ、その間 <laughs> それがあったから採用してるわけじゃないから。本心でしょ、多分ね。<laughs> 体の芯から溢れ出る性欲を発散したくてメールさせていただきました <laughs> すごいね体の芯から溢れ出る性欲、ね、この番組を聞いていて、うん、海外の旦那様を持つ方がとても多くーはーはー羨ましく思いますあそうですかうんそう私は 部類の巨根好き。<laughs> そのきっかけを作ってくれたのは、うん、初めて会った彼が、うん、スペイン人の巨根だったからです。ああ、なるほど。生まれて初めてのセックスで勃起した一物を見たとき、うん、こ、んなにでかくなるもんなの <laughs> まあまあね。と、ジャック 時間の吐き気すら感じた。うん、今では美しき思い出。三十、はあ、30センチ、40センチ。いや、1メートル嘘をつけん。<laughs> あったのではないでしょうか。<laughs> 嘘をつけんそんなわけないでしょ。もののけを持つ旦那様とのセックスで胃が刺激されて吐いたという方がいらっしゃいました。<laughs> は,いはい。まさにその通り。あ,あ、そう。 内臓がずれたような感覚がありました。<laughs> それ気持ちいいのか <laughs> それだから。むしろ嫌じゃねえぞがず内,臓内臓ずれんの。えぇ <laughs> <で>ーそれ嫌じゃねえのかなせき込んじゃうっつってね。ね、まあ、その感覚はね、男はほんとわかんないじゃないですか。うん、どうなんだろうね、それ。いいのか まあね。内臓連れたら普通気持ち悪いからやっぱ嫌だと思うんだろうけど。しかし彼がスペインに帰ってしまって自然消滅。うん、その後日本人とも付き合いましたが、彼らのあまりの粗ンぶりにがっかり。<laughs> いや、そう言うなよ。<laughs> 私を満足させる男は現れませんでした。うん、それからというもの外人男性に憧れ、うん、映画を見ても、うん、 エッチなシーンばかり気になって、うん、いやらしいセリフが出てくると字幕を英語に切り替えて、うん、いやらしいセリフをメモするようになりました。セ <laughs> <laughs> ちなみに最近覚えたセリフは、中、うん、出しはダメ英語では、うん。Don't come into me ですなん <laughs> <laughs> なんだよ。もうそう聞いても全然いやらしくねえよ、なんかじゃねえけど。<laughs> ああ言ってみて !Don't come into me! なかなかと。面白くもないいやいや、面白いって。すみませんでした。はい。かっこ、え田中さん今。いやいや、そんなことはないですよって。言ってくれました言ったね。優しい確かに言ったね。Please come into me! うるせえ。うるせえ。 急に気温が下がり秋の気配が感じられるようになりましたがお体に気をつけてくださいメール読んでくれてありがとうございました追伸 Don't come into me なんだ追伸で言いてだけじゃねえかそれ嫌いじゃねえかみんなにみんなに嫌いよドントカ中出しはダメってことなのかなドントカムドント into me えラジオね。うん、突然ガバチョ。お懐かしいね、突然ガバチョ。大田さん。道場へ道場何館長へ館長。田中道場の館長、<laughs> ゆうじさん。こ、こんにちは。 どん、ね、ななんだよそれ <laughs> 34歳の人妻突然ガバチャと申します、はい、お初にお目にかかります、はい、今日は夫婦の営みについて疑問に思ったことを投稿したいと思います、うん、よく S だとか M だとかよく言います、はい、うちの夫婦の場合2人とも多分 S なのだと思うのですダブ <laughs> ル S だ <S、うん、<S なぜならセックスをする際お互い S なもので、うんうん 言葉責めの応戦なんでございますの。へ<ー>まるでかの昔懐かしき。うん。黒木でございます <laughs> と言っていた <laughs> AV 女優さんとかの有名白ブリーフ監督さんの攻め合いのような様相だと。うん。はい、はたから見ればそんな感じかなうん。ナイスですねって。あれは S な、うんすかなんナイスですね全然 S じゃないんじゃない でもやりたくなる発情期は、うん、私は一年のうち数少なく、旦那さんを悶々とさせてしまうのですと。うん、自分でもわけがわからないのですが、うん、やりたくないスイッチが入ってるときは、うん、触られるのも嫌で、うん、触ってくる旦那の手を思いっきり、ペチーンとしてしまうのです。うんうん、かわいそうだなとは思うのですが、うん、精神的にも、 受け付けない時があるのです。でもやりたいスイッチの入ってる時は、朝からムラムラ、夜にもムラムラ、シムラ。なんだシムラなんで基本的に親父ギャグなんだよ。激しくないとやった気がしないしないしない志村ムラ。ということで。 1>, 1年に発情期は4回ぐらいしかありません <laughs> パンダのごとく発情しないでもやるときは激しい、うん、こんな女変ですかどうなんだねいやいやつまらんメールにてにさ <laughs> これはっと失礼なん <laughs> 何なんだよは発情期があんだねそういうのね、うん ダブル S って <S <S っ、ね、<S 何なんだろうねののし合うって何だ <laughs> バカやろお前 <laughs> お互い言い合うの。<laughs> 何なんだ殴、ね、り合いですよ。だってさ、わかんないけど、それ S だ、で相手も S じゃさ、うまくいかなそうな気がするじゃん。ね M と M でもね。うん。まあまあ M と M でもっていうのはあるけどさ。<laughs> どど この豚っつっお前は、アリクイだみたいなことを言い合わせたら、アリクイですかなん <laughs> でもいいんだけど、なんかわかんねえけど、ね。言い合ってさ、うん。嬉しいのかだって言われても欲上しないでしょ ?S は。<S, S はそうですけど。ねだって言われることはあれだけど、言ってる時なんじゃないですか言ってる時はいい、うんだ、あの、殴り合うみたいなことだよね。言葉でしょ。 言葉言葉でしょ。この俺は、その感覚、本当わかんないね、その、この、メス豚ターて。ーって、暴軸。行って、浴場するわけでしょ。全然わかんない俺は、本当にその S、M がわかんない。綺麗な優等生みたいな、例えばそういう、ちょっとこう、もう、お嬢様みたいなのに、うんこ、バシッとぶつけたいみたいな。そういうのないです。ないです。ありますか、そんな。うん つけたいいはないしあれはありますおしっこ引っ掛けたいとかね。そうはありますよ、そりゃ。ああ。俺はそう。だ SM でよく言うじゃん。SM って。自分なったどうなんだ,だまだどっちかだと俺じゃあ、じゃあ M だね。まだ。ええー。だからと言って俺は引っ張ったかれたりしたくないよ。何するんだ <laughs> と思うよ、そんなの。M はい。そりゃ嫌だけど。は M は全くないな。だから、 まあ、本当に,にどっちかでよくね、S か M かで答えろみたいなのがあったらじゃあ M だわ。S 系の方が絶対ない。あの、俺は、例えばその、怪我したいみたいなのないですか ?S 系がないとね、セックスできないと思いますよ。怪我したいはないよね。あないね。セックスの一部ですよ。まあまあ、そうなんだろうね。うんそれはた。多少はそうね。うん。 そうなのかもしれないけど。この俺のでかいこのイモ物を。っていうさ、ね。<laughs> そういう。このバズーカをこのぶち込んでる。バズーないからさ俺。ないから、全くないです。包まれたいみたいなタイプ。えー、どっちかっうと、うん、どっちかっていうと、<laughs> 食べられたいみたいな。<laughs> まあまあね。だから、撫でられたい方が気い。気持ち悪いな。気持ち悪いっつったってそら、だってさ、その、<laughs> こ バシッとかさ、ね、無知でぶちたいみたいな感覚っつうのほんとないもん。やめなやめな,やめなみたいな気持ちになるから、それは。ね <laughs>